羽田空港で日本航空の飛行機と海上保安庁の飛行機が衝突して炎上した事故で、元日本航空の機長は追突事故について、海上保安庁の飛行機がまだ離陸していないのにもかかわらず管制塔で着陸許可が出た可能性があると話しました。離陸しようとした海上保安庁の飛行機に、その滑走路上にいる海上保安庁の飛行機に日本航空の飛行機が後ろから突っ込んだということも考えられる。何が問題かというと、まだ飛行機が離陸していないのに着陸許可を出しちゃったのかもしれませんね、管制官が。パイロットの方は、当然目の前には何もいないよねというつもりで暗い滑走路に行くから、目の前に海上保安庁の飛行機が止まっていることが見えていなかったのかもしれませんね。